エティエンヌ・ドレ・トゥーリューズの公共図書館の扉には、メダルがかけられているエティエンヌ・ドレは、フランスルネサンス期のラテン語学者、翻訳家、印刷、出版業者、人文主義者。オルレアン生まれ。国王フランソワは一世の隠し事するつてもあるが、疑わしい。ただし、上流階級と何らかの関係があったことは確かで、ある。 1521年頃パリへ赴もき、貴族ガスパールド・コリニーの教師だったニコラ・ベローに、指示、1526年パドバに移る。友でありしであった、古典学者、シモン・ド・ビル・ヌーブが溶接すると、1530年、リモージュ司教で、ベネツィア共和国フランス大使のジャンド・ランジャックの秘書になり、ベネツィアに滞在。多忙ながら、ラテン語学者、 序盤にはティスタ・エニャツヨの講義に出席し、他方、暇を見つけては、エレナという女に、ラテン語の恋愛詩を送っていた。フランスに帰国後、トゥールーズ大学で、法の勉強に励む。大学では国、地域別の学生集団が形成されていたが、治安上これを問題視した高等法院は、集会禁止令を発した。反発した、どれは避難演説を行ったため、投獄され、 挙げに統治を追放された。五百三十六年リオンで一種のラテン語百科事典、ラテン語中海前二巻を出版、国王フランスは一世に献上し、ラテン語学者として名声を得る。同年、画家、アンリ・ギーヨを殺害した角で、獄中生活を余儀なくされた。五百三十八年には、国王からラテン語、ギリシア語、イタリア語、フランス語の古典及び、 実著の出版許可を10年間与えられた。どれの出版物は、古代から同時代の作品まで、宗教書から世俗書まで、ラテン語による新約聖書の注釈。キケローの文献解釈に関して、エラスムスに対する反論から、フランス語によるクレマンマロや、フランソワラブレの評論まで、幅広く及んだ。1542年に出版した、加藤クリースティアニュースのために、 異端者及び、無心論者と咎められ、逮捕される。15ヶ月の公禁を経て、チュール司教の斜面上により釈放された。1544年に再度逮捕されたが脱獄、イタリア北西部ピエモンテ州に逃亡。フランス国王やナバラ王国女王、高等法院に宛てた、陳情書を出版すべく、1か8か、リヨンに戻ったが、またも逮捕され、 パリ大学進学部からは堕落した無心論者とレッテルを貼られた。37歳の誕生日、パリのモベール広場で講師の後奮起に処された。処刑中は、商用として、ご捕隠死のデライ一プセデラ、SEDPIA ターバデラを演じたと伝えられる。裁判記録は1836年に出版された。また、1889年には、 モベール広場に銅像が建てられたが、いつの間にか消えてしまった。分類上、プロテスタントの体現者なのか、反キリスト教的合理主義哲学者なのか、しばしば議論になる。当時の主だったプロテスタントからは、存在を認知されておらず、ジャン・カルバンには、ハインリヒコルネリウス・アグリッパやシショービル・ヌーブと共に、イエス・キリストを冒涜したとしてこうに非難された。しかし、 どれの翻訳出版した多くの宗教書から判断するに批判は全く不当なものである。午後フランス語による聖典の解釈を衝動したことは特筆に値する。生きながらあぶりにされるよりは軽い処刑法だった。ありがとうございます。